島第一原発事故の除染作業で出た土を福島県の外で処分することに理解を広げるため、環境省が初めてのイベントを開き、小泉環境大臣は一緒になって考えてほしいと呼びかけました。国は除染作業で出た土を2045年までに福島県の外に運び最終処分すると法律に明記していますが、あまり知られていないことが課題となっています。今後具体的な処分の場所や方法を決めるためには、福島県外で最終処分するということを全国の人が知る必要があるとして、環境省は除染土について話し合うイベントを初めて開きました。イベントには専門家やタレントのほか、オンラインで一般の視聴者およそ1000人が参加しました。一つ一つ実現をするために必死になっている福島を見ているだけではなくて、一つ一つ一緒に実現をする日本を作っていきたいと。小泉大臣は福島の原発の電気で首都圏の生活が成り立っていたことを思い返してほしいと話し、理解を求めました。